出しちゃったのよ、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 よーん、浅田よねこです。そして、よいしょ。で、その、結局ね、なんでこんな国名に覚えてるかっていうと、全員の人生ね、全部一通り生きてるって言ってるやんか。何周もしてるし。ね。ところがね、その、だから皆さんの人生、その恥ずかしい、恥の民族、いろんな種の日の、死の日に分かる恥の民族、全部うちも経験する、もちろん。ね。で、バージョン変わるときは必ずうちが、その人に言うと、その人の人生バージョン変わらへん。実は。じゃあ、そう、嘘。うわ、何をしてるのか分かってんのかってこんな振り付けやったみたい。ね、それはね、結局、チームはそれやったから、その時。だから覚えてんの、この国名に。他人のことこんなに国名に覚えてられへんから。もう現場で、うわー、もっと、うわーと。で、結局、一回目は、それ、うちって気づいてもらわれへんねん。もうニューバージョンやなぁって、そうやって気づけよ。あいつ今回、うちだけニューバージョンやなって、うちやからやんか。気づけよ。気づかないふりって砲撃いたんだ。大体やろ、2、3回も気づいてもらえないときもあって。ね、ニューバージョンやねんか、うちがその人のときは、その人の人生は。な、今、この人生ニューバージョンでしょ、相当。な、かつてのストーリーも交えながら、その矛盾っていうか苦労ない解釈の苦労のないようにというか、ああそういうふうにしてちょっとずつ良くしていってるんやなって、しかもそのぐらいのちょっとやったらやって一気に変えんのはしんどいからやって、そういう配慮やで、ね、言っとくけど微妙にちゃうのははっきり言って、またそうしないと DNA 螺旋が壊れるのもあるよね、うちの螺旋もあんたの螺旋もね、でそうして解釈のバーンバッキンって電気使っちゃば、あ、当たりするから解釈のやったら、さよならって。そうね。DNA って、いろんな遺伝情報の集まり、伝言なのかな、解釈の、さよなら、ポン、ポン、ポン、なんね。身近なの、ポン。だんだん減って人間じゃなくなる。だから、自分の遺伝子の遺伝情報たちとの友情、大切にしなさいよ。それは取りも直さず、自分の、この、それぞれね、肉体を、そこった遺伝子があるでしょ、その、その遺伝子がこの肉体になったんでしょ。で、その最後の中でその遺伝子と同じものになるじゃないか。それ固有の生き方を大事にしてっていうのね。要するに。だから他の遺伝子の考えたことに染まりすぎないでって言ってる。でしょ、道理でしょ、こんなの。それなんでしょ。で、しかもその、うちが飯島マリやった時、もう自分が飯島マリさんやった時、自分が、うちが飯島マリやった時って言うよ。浅田美奈子やった時もあるよ、もちろんのこと。なんか似てるんやろ、うちと。あ、うち浅田よねこやから。浅田よねこ。じゃあ、そんなギャグで締めくくったらあかんから。結局ね。その、浅田美代子の人生はしんどかったよ、はっきり言ってち。何やの人生、ほんまに。な、ゼネコンちゃうねんから。シャミン抜きちゃうねんから。ボン。シャミン抜き。ゼネコンシャミン力。脱線してた、よい。結局ね、うちが飯島前でやった時に、一番ひどかったのは、もう、覚えていますか、ね、応募ぐらいで溺れさせられたことから、ドーンって撃沈されて、空母の上で歌ってたから。なめんな、バーンって。空母撃沈されて、覚えとけよって。無所かよ、そんな終わり方。無所かよ、そんな終わり方。な嫌やろ、そんな地球滅亡。うちが死んだら、地球滅亡。はい、一番まり、慌てるつやったよ、今回は。今回の飯島マリさんちゃうんだよ。うちとちゃうから。うちここにおるやろ。これやから。その遺伝子やから。え、じゃあ、当時の飯島マリさんってどんな顔してたんですかって。大体こんな顔。うちが皆さんやった時の顔って、大体女性の場合はこんな顔やって。うちじゃなくなったら、それぞれ個性出るかな。そうじゃない。男性の場合は、うち男性の遺伝子で負けちゃうからね。男性の場合は、その男性特有の顔。ちょっとね、大きな程度かな。
一瞬だけちゃうね。それずっとその人生から。内側抜けたら男性はそれなりに目が細くなるんじゃないかしら。ね。それ仕方ないね。でも男性遺伝子の方が強いから、うちより。ごめんね。主やけど男性遺伝子は弱いね。それかけてもよ、とかに。弱いんだなってやめてよ、もう。かっこ悪いし。なんかついてるし、ここ。な。これ水泳ちゃうで、この格好。で、その思い出させられたんやけど、あれで終わるのちょっと気分悪いな、とかって。ほんまに無理ウェイソンたちは。な。どんなに悪いやつか分かるやろ、フリーメイソンたちって。フリーメイソン、イルミナティに負けてたって伝説あるやろ。そうなんじゃない。イルミナティをな、フリーメイソンが侵食したフリーメイソン化したんだけやん、イルミナティを。もうフリーメイソン化したイルミナティは、最低やろ。最低っていうか、最悪、最強。もう、勝負できんやろ、そんな連中とは。そうそう、できるよ、それぐらい。じゃあ歌手が何なんですか、何ぼのもんなんですか。うちかって死の日に歌おうなと思ってるそのかっこやね。ゴッ、ゴじゃない、子供ちゃう、子供じゃあるまいし、ガキじゃあるまいし、何それ。そんなんで解決するって、今までどんだけ歌手歌ってきた後に解決してるやん。うちが歌わなあかんのかって、うちが歌ったら、うわっしゃぶらって軍艦割れ逃げてくるだけやで、ね。ああ、もう帰りよったって。持っとこうぜ。やらしてやらしてやらして。で、うちの知らん場所で、ドワー、ドワー、ドワー。バレんかったよ。気ぃついたら切れよとか言って。切れたら地球から嫌な人にするし、とか。やめて。な、思んないやろ。ほんまに、ひどいこと起きてるやん、実際。これフリーメイソンのギャグやで。泣きたなるやろ。フリーメイソンのギャグって。ほんまに人死ぬから、ようさん。